ということで、スタジオにはこの、後の放送のストーンズのオールナイトニッポンゼロラジオチャリティミュージックソンスペシャルを担当するストーンズのメンバー京本大我が来てくれています。はいはい、よろしく。偉そう。よろしくね。俺まさき側呼んだ。まさき側の困らなくていいよ。困るんだったら違うってバシッと言ってくれたらいいよ。ネミんだよ。ネミ知らねえよ。切れないでくれよ。普段あんまり、ね、なんかちょっと部屋用意してもらって、うん、一人でちょっと仮眠できるみたいな部屋用意してもらってて、うん、そこ行ったんだけど、うん、その部屋のラジオは全部音切ったんだけど、さすがに寝たいから、うん、廊下からの北斗のラジオめっちゃ漏れんのよ。ね、何ブチ切れてんの。俺お前の声今めっちゃ嫌いなんだよ。お前ブチ切れてんなよ。お前ふざけんなよ。睨みつけてんなよ。マジで。なんで。もう無理だよ俺。一時間頑張った男ブチ切れられた。なんで2時間やんなきゃいけねえんだよ。無理だよ。あの事務所上先輩だからそれなりに怖いよ。そんなブチ切れられたら。くそ。椅子にあぐらかいて。なんで2時間やんなきゃいけねえんだこれ。しかもこいつ切れ方がアニメチックなんだよな。頭抱えてくそー。いけんのかよ。